でもこうやって言ってましたよ、一生懸命こうやって。ほんでお前さ、もういいやと思ってとりあえず座って、したらまあなんかもうできですみたいな、他のね、まあ俺らだけじゃないんで、俺と西山だけじゃないんで、その階級がそこでなんかアイスをぶっかけたとかぶっかけないとかでなんかやってましたけど、その時に俺ね、こいつ何なんだろうなと思ってずっとこうやって見たの。したら西山が、お前何見てんだよこの野郎と。それマイクにも拾われてないんですけど、ずっと見たの。したら西山が、何見てんだこの野郎って言うから、え、その靴超ダサくない、え、その靴やばくないって、もう全然もうもうステージにいるんですけど、俺ステージにいるんだけど、もうこいつできねえなと思ったら、もう西山のファッションの方に目がいっちゃって、ずっともうおもちゃ屋さんとしてはさ、やっぱりさ、やっぱそこいじりたいじゃないですか。ほんで超見てたら、なんと、もう目をよく凝らしたら、ダンロップって書いてあって、真ん中でこれっす。真ん中のジップアップです。真ん中ジップアップのダンロップでございますよ。コンフォートワーカーっすよ、これ。お、タロ上がってこい、お前。タロちゃん、お前のボスすごかったぞ、今日。お前のボスちょっとやばかったぞ、今日。コンフォートワーカー来てたぞ、入ってたぞ。コンフォートウォーカーを見た瞬間に俺はちょっと負けだなと思って。ちょっとこれ無理だなと。こいつには勝てねえかもしれないと。そこで思ったよ、俺は。こいつやべえなと。さすがにちょっとやべえなと。コンフォートワーカー来られちゃったら、ウォーカー来られちゃったら、ちょっと俺も、無理かなと思って。もうそれしか目に入んなくなっちゃいまして。これです。これはもう無理っすよ、さすがに。いつも近くで見守っています。どんな時どんな場面にも選べるダンロップ、コンフォートウォーカーです。コンフォートウォーカーっていうのはなんだろうね。近所のご老体が散歩で入ってます。で、しかもだよ、かなり使い古してました。かなりの使い古してましたよ、これ。コンフォートウォーカーをもう吐き潰すぐらいの勢いで吐き潰してたんで、もうチャック閉まってなかったです。完全にチャック閉まってなかったです。はい。板倉さん、ナイス、ありがとうございます。これね、完全にチャック閉まってなかったんで、コンフォートウォーカーね、もうこれはね、おすすめでございます。こちらです。はい。ね、コンフォートウォーカー。でもね、これね、ね、別に安くないんだよね、別に。これね、上田さんに言いましたら、イオンとか、なんだっけな、イオンとか、イオンの2階、イオンの新宿売り場に売ってるらしいっすけどね。コンフォートウォーカー、言い方ごめん、コンフォートウォーカーね、ごめん。これはね、マジでね、ぜひ、マルエツに持ってる？これ、ライフの3階に持ってるかもしれない。ライフの3階に持ってるかもしれない。ライフの紳士服コーナー、ライフにも売ってるかもしれないですね。はい。びっくりしました。これに目がいっちゃったらもう試合どころじゃないじゃんね。これに目がいっちゃったらもうさ、お前もう、ええこれって、これお前、これ何これって、もう隣では揉めてんすよ。隣ではアイスクリーム引っ掛けないとかで揉めてんすよ。もうやらせのね、やらせっていうか、なれ合いなんだか知んないけど、もう打ち合わせ通りか知んないですけど、なんかやってんすよ、変なのが。その横で、お前これ何、お前これやばいだろ、お前これちょっとまずいんじゃないのって。いや、そんで帰りにドンキーに行ったらなかった。ドンキーにもなかった。コンフォートウォーカーなかった。ダンロップなかったです。お母さんに買ってもらいました。っていうか、かなり使いこなしてました。かなり古かったです。だって、ジップが、半開きでしたから、最後まで閉めれてなかったです。だからね、多分ね、お腹が邪魔してんのかな。閉めれないのかな。いや、びっくりしちゃって。さすがに言いましたよ。聞いてくださいよ、西山に。ね、聞いてくださいよ。めちゃめちゃお前さ、これは、すごいなと。俺、喋ってましたから。その時俺が連れてた人は、何喋ってたんですか尾関さんって、いやすごいの履いててさ。すげえの履いててさ。これはさすがにまずいな。